今回のテーマはステータスについて。足して10ポイントとなるステータスは68通りありますが、ここでは選手がよく使う代表的なステータスを紹介したいと思います。一番基本となるステータスはバランス型の3331。つい最近までは大会でもほとんどの選手が使用していました。しかし2019年の終わり頃のバージョンアップを皮切りに1135のシールドプレイヤーがどのチームにも見られるようになりました。また選手の避ける技術も向上してきたことから、速さ3では当たらず攻撃型の4321が多く出てきます。このようにステータスは戦う相手によって変えることが重要であり、時代によって傾向が変わっていきます。